回しちゃった。はい、皆さんこんにちは。今日はね、たっくんと一緒に遊ぼうね。拍手。じゃあね、みんなさ、お願いがあるんだけど、みんなでたっくんって叫ばないと、たっくん喋ってくれないんだ。だからみんなでたっくんって叫んで、いくよ、せーの、たっくん。反応しないね。うん、じゃあもう一回呼ぼう。せーの、たっくん。はい。たっくんだろ。はい。うん。たっくん、元気？やったー。やったー。たっくんね、うん、元気みたいだね。うん。たっくんさ、いろいろさ、特技持ってるんだもんね。そうだね。たっくんは。変顔もできるんだよ。頑張れ頑張れ。たっくんの変顔まで3、2、1。あの、すごいでしょ。あと腹話術で言ったらね、あの有名一刻堂さん、あの遅れてくるよって、あの返事のね、やってみようか、たっくん。どうぞ。あれ？おかしいな。声が、はぐれて、うるよ。ちょっと練習不足だったかな、たっくん。ちょっと練習不足だったかな。ね。あと、たっくんは、実は、たっくんには、ある秘密を持っています。たっくん。相方の隠してることとかあるかな。隠してたらここで暴露しちゃっていいよ。あるの？ない。ない、ね、じゃあたっくんさん、じゃあ本題に行こうか。そろそろね。じゃあしょうがないね。じゃあたっくんさ、お兄さんと一緒に遊ぼうよ。ね、じゃあたっくんさ、しりとりでもしようよ。やったやった。なんか怖いね、たっくんね。やったしか言ってないんだもん。じゃあしりとりね、じゃあ僕お兄さんからいくよ。じゃあリンゴ。ゴリラの射殺は僕は反対です。スケート。トト姉ちゃんめっちゃファンです。またす、スイカ。加納英子さん、女性関係マージャンバナイス。あの、ちょっと待って、たっくんさ、あの、しりとりできない？いろいろ言うじゃん、リンゴ、ゴリラ、ラッパって。ちょっと難しいかな、たっくんにしちゃう。じゃあ、たっくんさ、お兄さんとお話ししようよ。やったー。じゃあ、お兄さんと、じゃあ、桃太郎の話しよう。わーい。あー。じゃあ、行くよ。どうぞ。昔昔、あるところに、3日前のことじゃった。え、しかも3日前って最近じゃん。え、まあ続けて。夫は全然帰ってこない。妻も全然帰ってこない。僕は一人取り残された子供。お父さんもお母さんも仕事に行って帰ってこない。お母さんが帰ってきたと思ったら、お父さんが帰ってきて、そして喧嘩を始める。あなたどこに行っていたの？いや、僕はちゃんと仕事に行っていたよ。嘘ばっかり。今日休みだの、休みじゃないの、ちゃんと連絡もしないで、どこを付き合っていたの。他に女でもいるんじゃないの？いや、僕はそんなことするわけないじゃないか。ちょっと、たっくん、桃太郎の話してよ。昔のおじいさんとおばあさんが遊んでました。そしたら川上の方から桃が流れてきました。川上の方からね、流れてきたんやね。うん、覚えてるよ。ねえ、それよ、それだよ。そういう君はどうなんだよ。こんな僕言われてもわかんないよ。答えてください。僕はわかりません。よろしくお願いします。どういうことどういうことそれは。え、ちょっと待って、話の流れが全然違うんだけど。だったら有名一刻堂さん、遅れてくるよって、あの返事のね、ちょっとやってみようか、たっくん。
どうぞ。あれ、おかしいな、声がほぐれてうるよ。ちょっと練習不足だったかな、たっくん。ちょっと練習不足だったかな、ね。あと、たっくんは、実は、たっくんには、ある秘密を持っています。相方の隠してることとかあるかな。隠してたら、ここで、暴露しちゃっていいよ。あるの？ない。ないね。じゃあたっくんさ、じゃあ本題に行こうか。そろそろね。じゃあしょうがないね。じゃあたっくんさ、お兄さんと一緒に遊ぼうよ。やったやった。ね、じゃあたっくんさ、しりとりでもしようよ。やったやった。なんか怖いね、たっくんね。やったしか言ってないんだもん。じゃあしりとりね、じゃあ僕お兄さんからいくよ。じゃあリンゴ。ゴリラの射殺は僕は反対です。スケート。トト姉ちゃんめっちゃファンです。またす、スイカ。加納英子さん女性関係マージャンバイス。あのちょっと待って、パックンさ、あのしりとりできない？いろいろ言うじゃん、リンゴ、ゴリラ、ラッパって。ちょっと難しいかな、たっくんにしちゃう。じゃあ、たっくんさ、お兄さんとお話ししようよ。やったー。じゃあ、お兄さんと、じゃあ、桃太郎の話しよう。わーい、あー。じゃあ、行くよ、どうぞ。昔昔、あるところに、3日前のことじゃった。え、そうか、しかも3日前って、あー、いいじゃん。え、まあ、続けて。夫は全然帰ってこない。妻も全然帰ってこない。僕は一人取り残された子供。お父さんもお母さんも仕事に行って帰ってこない。お母さんが帰ってきたと思ったら、お父さんが帰ってきて、そして喧嘩を始める。あなたどこに行っていたの？いや、僕はちゃんと仕事に行っていたよ。嘘ばっかり。今日休みだの休みじゃないの、ちゃんと連絡もしないで、どこを付き合っていたの？他に女でもいるんじゃないの？いや、僕はそんなことするわけないじゃないか。ちょっと、たっくん、桃太郎の話してよ。昔の、さらに昔のおじいさんとおばあさんが遊んでました。そしたら、川上の方から桃が流れてきました。川上の方からね、流れてきたんやね。うん、覚えてるよ。ねえ、それを、それだよ。そういう君はどうなんだよ。こんな僕言われてもわかんないよ。答えてください。僕はわかりません。よろしくお願いします。どういうこと？どういうこと？それは。え、ちょっと待って。話の流れが全然違うんだけど。たっくん。お前、ふざけんじゃねえよ、マジで。お前さ、話と全然違う。打ち合わせと全然違うだろ。ふざけんじゃねえよ、マジで。俺の顔見ろ、まず。ね、じゃあね、話の続き、桃太郎の。どうした？じゃあしょうがないな。じゃあもう一回言うよ。昔昔、ある昔の3日前、あ、もう3日前じゃないね。おじいさんとおばあさんが住んでいました。そして、まあ、おばあちゃんがね、可愛い洗濯をしてくれました。してたところで、川上の方から、川上の方から桃ちょっとやめよう、この話やめよう。もう昔話やめよう。じゃあもういいよ、たっくんさ、じゃあ最後にたっくんなりの胸キュン、男女ともわず肉さ100倍、じゃあお客さんの前で胸キュンフレーズトークを言ってください。髪型変えた？どうもありがとうございます。はい、ありがとう。何言ってんの？だから打ち合わせじゃないじゃん。たっくん、じゃあたっくんさ、じゃあそうだね、
じゃあ、置いてけぼりなんですけど、昔昔ある昔のある昔に桃太郎、桃が流れてきました。はい、本当に忘れちゃったえ、もうええわ。どうもありがとうございます。